ストリートファイター6が要求する最低限の PC スペックでプレイしてみた結果みたいな、本当に動くのかな、低スペック検証だ、できる人をやっぱり増やしたいので、低スペックというか、まあ、これが動くってそこそこなスペックだと思うの、そう、そこそこなスペックでやれるかどうかじゃない。なんかさ、例えば Apex とか Valorant とかってノートとかでもできんの？バロはスペックいらないんだ。へー、すごいね。ノートはすげーゲーミング、まあすげーゲーミング PC を使えばできるっていうのはわかるんだけど、まあそっか、設定次第で PC ちょっと古いやつでもできるぐらいのができるってことだね。バロはライオットは主力タイトルどっちも低スペいけるから、なるほど。あ、ライオットは低スペでも動くの前提で設計している、なるほど。こちらの記事は低スペックというか要求される最低限のスペックでストリートファイター6をやってみた結果、お、なんか荒いな、なんか荒いな。この人は NVIDIA GTX 1650 スーパーか、これはかなり前だね、 7,8 年前のスペックのモデルじゃない。あ、CPU が NVIDIA の GTX 1650 で、グラボはライゼンだね、きっと。ああ、こういう感じになるんだ、結構荒いね。これよく見てもらったらわかると思うんですけど、ここだけ明らかにちょっと解像度が悪くなってます。 900p 60fps を安定して出すためには 900p で、やんないといけません。そしてシェーダーとエフェクトクオリティをローにするのを除いてノーマルでできるって書いてあるのかな。スト6はスト5よりも7年後のゲームだからね。あ、1650って、あ、3年前のモデルなんだ、割と最近だね。まあこのスペックにすればこの人の環境でも動くということですわな。まあこれ結論から言うと、まあ、一応できるってことだね、 60fps で。